挨拶を交わしたそのすぐ後で真顔で一人考え事にふけていたり、さっきまでと今の間に何やったのよ、別人みたいに急に感極まって涙流してたり、およそ普通の価値観や一般的な人生観じゃ友達も恋人もできやしない、なのに君は出会ってくれたろう、当たり前みたいに笑ってくれるだろう、間違いだらけの僕でもいい、痛くなるよ君の手に触れる、その度に困らせてばかりの不甲斐ない僕だけど、一つだけ君のことが好きだよ、嫌いだなって思う人ばっかさ、いいところを探せって言われても無理だな、同じ風に僕を嫌う人を困らせないように、しかるべきディスタンスを保ちながら生きる、誰にでも同じようにバリア張ってグッバイ、深入りして傷つくのが怖い、なのに君を返さなかったろう、他の人になんか見せられやしないよ、学園通りの坂道のカーブを照らす点滅するだけの信号機、霹靂鳴り止まない。